東口幌別駅は、北海道上別市幌別町3丁目20にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は、H30。電報略号は、ヘツ。事務官コは十は13315。優等列車は、特急、スズランのみが停車する。1976年の幌別駅と、周囲約750メートル範囲。 左下が室蘭方面。右上山川に膨らんで本線と平行に北東へ向かうのが北海道相田滅別工場専用線。この専用線からはコンクリート工場や機工場への側線も枝分かれしていた。当駅のホームは構内室蘭側に寄っている。また西口は鉱山鉄道の敷地が撤去されてすっかり再開発されており、 西口広場から左へ斜めに向かう道路に痕跡を残すだけとなっている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成地名よりアイヌ語のポロペに由来する。現在は町名として使われているが開通時点では尊名であった。端式、島式混合2面3線の地上駅である。 配線の関係上、列車の対比は下りのみ可能となっている。大きな協定駅舎を持っている。北海道 JR サービスネットが駅業務を受託する業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。上別市統計所によると、近年の年度別乗車辞任の推移は以下の通りである。上別市役所をはじめ同士の中心的施設が、 付近に立地する。ありがとうございます。